こんにちは、手相家の西条幸恵です。今日は3月16日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも、身近な人がこのお誕生日の人だという人も、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。3月16日生まれさんは魚座、人当たりがよくって気さくな人やと思います。社交的で理想主義でしょうね。あの、人との交流がめっちゃ大事な人やと思う。で、ロマンティストですよね。あの、ときめきとか、あの、ロマンチックやんとか生きやんみたいなのがとても大事な人やと思います。で、あの、他人が見た感じ、3月16日生まれて落ち着いて見えると思う。あの、頭賢くってさ、あの、いらんこと言わへん人みたいな感じかな。あの、気さくで、あの、別に口数が少ないわけじゃないんだけども、いらんこと言わんなみたいな。で、あの、知性鋭くって理解力の高さっていうのはこの人の武器だと思います。で、あの、なんかこう、この人の場合、あの、どんどん内向きになっていく傾向があって、外向き、対外的、内向的の内向きの方ね、自分の内側に、どんどんこう意識が入っていきやすい。だから、どんどんこう自分の中で内省していく、自分のことをどんどん考えていくみたいな感じになっていく傾向があるよねっていうところですね。その知性が、あの、自分を変化させるし、あの、こう、なんやろな、蝶々がさ、芋虫がさなぎになって蝶々になるみたいに、こう、たまにこうさなぎ期があんねんな、この人で。なんかむっつり黙ってるなと思ったら、いきなりキャラが変わるみたいな感じの、何かその3月16日だから、その一定期間ぐーっと黙ってこう自分を考えて変わっていくみたいな時期って、そういうサイクルが何回かあるんじゃないかなっていう風な方ですね。あの、この人の中に、というのも、あの、二面性というか相反する材料が、あの、普通だったらこうグラデーション的になるんやけれども、こうグッグッとこう黒と白みたいな、赤と緑みたいな感じで、こう相反するものがしっかり塊としてゴロゴロしてるみたいな感じの、ごめんな、なんか概要、イメージできないかの話じゃないけども、そういう風な、こう星回りの感じっていうかな、こう自信と無力とか、やりたいこととやらなくてはいけないこととか、こうロマンティストやねんけども、自分こうそこに自分が入るのはまた違うねんみたいな、こうそういうこうね、自分の中の二面性というか、二方対立っていうか、そういうものを、あの、消化するっていうのが人生で何回かあると思うんですよね、この人の場合。で、頭は賢いからさ、そこを黙って消化し続けるっていう。で、ああ、なんか自分は今までキャベツ食べてたけど、これからはなんか飛んでるし、花の蜜なんだな、みたいな。多分その栄養となるものも段階によって変わってくるんですよね。だからこう、この人が人生に一貫性とか、ずっと子供の時からずっとこれが好きでみたいな、そういうのはちょっと違うんかもしれへんなっていうのは、変化していく人ですよね。すごくこう、物質主義、物が大事だと思ってる自分と、いやいや精神が大事だろうと思ってる自分っていうのも両方いてるんですよね。そこの、相反するのを備えているっていうのが、この人の、一つの個性、強い個性ですよね。で、それは実は、みんながみんなそうじゃないので、分かってもらおうっていうのも、ちょっと、例えば地元の小学校からの友達が同じタイプでさ、ってまあないと思うっていう、みんな違うんやっていうのが、一つの孤独としてあるんじゃないかなと思いますね。で、魚座さんやから相手のことは分かるんですよね。人のことは分かんねんけども、自分のこととなると、そういうこうどこかの段階での諦めっていうのが入ってるんですよ。あ、みんなはこうじゃないんやなって。ほんで、分かってもらおうとしても、これは多分無理な次元のやつなんやなっていうのを、どこかで多分解釈して持ってるので、自分のこととなると、こう途端にこう無口になるっていうか、分かってもらう労力と、この労力を払ったとしても、伝
伝わらないんだろうなっていう諦めとみたいなのがあって、こう秘密主義者に見えてしまうというか、だからこう周りからしたらテレ屋さんなのかなとか、プライド高いんかなとか、こう思われてしまうっていうところはあるかな。でそこのまあ壁を乗り越えるっていうのは少し人よりも大変かもしれないですね。そこのっていうのは、他人が思う自分と自分が思う自分の、自己認識の溝みたいなものの壁を、乗り越える必要はないんやけれども、あ違うんやなっていう、その溝をもし埋めたいと感じるならば、どこかの段階でそういう労力を払う必要があるだろうっていう話ですわ。はい。で、ご自身の才能ですよね。知性が鋭いところとか、理解力が高いところとか、相反する二面性が、体の中というか、その肉体、精神の中にたくさんあって、そこの二合対立を、なんとか統合していくっていう自己変容っていうのをとても体験しているっていう個性上、すごいこう、想像力、心の中のイマジネーションだったりとか、文章の力みたいなものがすごく発達しやすいんですよ。クリエイティブやしね、イマジネーションとクリエイティブ両方の想像力が強いです。これも才能ですわ。でそれが活かせると生きやすいよねっていうのがあります。でどうしてもこう理解者だったりとか、私もやねみたいな人があんまりいなかったりするから、自分の能力とか才能って他人との比較とかで出てくんねんけども、そういうこう自分の能力がそうなんやなって認識する、その土俵にも出ないかったりするからさ、無口だし、無口っていうかその分かってもらうほどの努力っていうのがめんどくさかったりするやん。めんどくさいと思うわ。そこに対しての比較による自分の才能とかを信じたりとか認識するとかっていうのがちょっと大変かもしれへんなと思うんやけども、占いで言うと文才とか、表現力みたいなものはとても高い方で、この人は、自分の素直な気持ちっていうのを言葉にできると、ぐっとその壁、溝が埋まりやすいとか、自己認識、他己認識の溝みたいなものが生まれやすいんじゃないかなと思います。でそれで言うと自分の素直な感情って何やねんっていうと、シンプルに言うと4つくらいしかなくって、上から怒り、恐れ、悲しみ、喜び、これ上から順番に決まってんねんけども、怒り、恐れ、悲しみ、喜び、あ自分は腹が立ってるのは怖いからなのか、悲しいからなのかみたいな、多分この2択やねん、恐ろしい か悲しいか、そこが自分の中でなんで混乱してるのか、恐ろしいからなのか、悲しいからなのか、ビビってんのかみたいな、何が怖いねんとか、分かってないからとか、そういうのが自分の言葉で素直にやでどうせ分かってくれへんやろなとかじゃなくて、そういう素直に表現するっていう風な働きかけが、3月16日の中で素直に働いた時、多分才能がガバッと出やすいし、社会性っていうのかな、人との交流みたいなものもかなりスムーズにいくようになると思います。で自分は分かってもらえないけど、相手のこと結構分かるっていう才能がどうしてもあるから、相手の期待をさせてしまいすぎやすいんですよね。でそれに対してしんどくなってしまうところがあるから、そこに対して の線引きですよね。今回のケースでここでの人間関係の思いやりのラインここなんでみたいな感じで、自分の中の思いやりとか博愛精神っていうのもダダ漏れにしないっていう風なストッパーみたいなものは必要だと思います。人を思いやりつつも自分の懐にお金を入れるっていうバランスですよね。そういうテクニックは身につけた方がいいと思います。でそのためにも自分の思ってることの素直な感情っていうのを言葉にしていくっていうのは良い訓練になると思います。商売の才能あるんですよ。商売の才能もあるし、せやねんけど思いやりもあるし、察することができる。でやらないといけないこととやりたいことっていうのの経済的なバランス、エネルギー、言うたらコストですよね。やることってコストやから、お金はかかってなくても自分が何時間動いたかってコストかかってるやんか、疲れたとかさ、そういうののバランスっていうのかな、思いやるとか心を砕くとかもコストやんか、そういうのも自分の中で
自分の素直な気持ちっていうのを認識し、言葉に変えていくことによって、整理がついていくんじゃないかなと思います。基本的に洞察力があって実利的な人やから、お金に換えるといくらやみたいな感じの一つのね、何かしらの指針、なんか自分のポイントつけてもいいと思うんですよ。これはなんか1コストとか、トイレを掃除するの1コストとか、こいつの話聞くのは別にゼロコストやなとか、そういうこう、なんやろな、自分の中での単位っていうのかな、別にお金でもいいんですよ。1時間分働いたくらいの疲れっぷりとかさ、あると思うんだけども、それでその線引きをつけていくっていう風にして自分を守るっていうのはいいと思うな。どんなに生きて、どんなにロマンチックでも疲れるものは疲れるからさ、でそれは全員にしてあげる必要はないと思うし、そういうドライなものっていうのかな、あると思います。で、みんなに優しくしなくていいよっていうのと、みんなへの愛情っていうのはお金に変えていけばいいと思うし、そういう工夫とか知恵っていうものは、商品化してお金に変えればいい話です。商売の才能あるんやからっていうところで、実は環境に敏感な部分があると思います。なんかどこでも寝れる、誰とでもやっていけるみたいな、どんな環境でも大丈夫みたいな人じゃないんですよ。そやからご自身の安心する場所っていうのを積極的にデザインしていく必要があります。あなたのクリエイティビティ、作り上げていく力、困難がいいなと思うイマジネーション、それはあなたの、まずは仕事場だったり、まあ、お部屋だったり、自分の空間っていうものをデザインし、クリエイトしていくっていう風なところに、まず使われるといいと思います。環境めっちゃ大事、この人。どこでも何でもできますとか、そういうタイプの人じゃないし、環境整えたら、整える前よりもきっと生産性上がると思いますよ。で、色彩とかデザインとか美術に関するセンスもかなり高いので、勉強なさるのもいいと思います。で、まあ、非常に思慮深く分析力に長けてはります。まあ、人間関係とか情とかも大事です。線引け言うたけど、やっぱり無視はできない人だと思いますわ。すごく人間との交流を大切になさる方やし、そこにこの人の喜びはあるんだと思う。人間関係の喜び、人間関係かな。そやからまあそういうこう情とかつながりとか分かり合えるとか、そういうものに対する諦めがあるからこそ関わっていくってことで、精神的な成熟っていうのが始まっていくんじゃないかなと思います。この人が成熟していくと、人々を励ます存在になります。なるよ。人のことは分かる、で自分のことになるとちょっとっていうのがあるから、そこの壁をいかに乗り越えていくかっていうのが人生のテーマになってるのかもしれないですね。ほいで、一からやり直すみたいなのも実は強くって、スタートアップさせる力が結構高いので、団体だったりこうグループチームっていうものをこうパンと仕切り直させて再スタートさせるっていう風な、再生力みたいなもの高いですね。まあ何しかその励まし、進んでもらう力っていうのはとても高いです。でまあ愛情があるしね。だからまあその愛情の高さは全然悪いことじゃないんやけども、人の思ってることを察しすぎて自分が疲れるんやったら蓋することも考えた方がええでって話になるわけですね。そんな感じかな。はい。ほんで、人生の区切りはざっくり2つ。1件目が34歳まで。で、ここっていうのはどちらかというと野心とか新しいことやっていくとか、どんどんこう行動的に動いていく時が34歳までです。で、だからまあできればこうクリエイティビティとか文才とか執筆とか表現するみたいなの、働きかけるみたいなのは34歳までにやっていけてると本当はいいし、まあもちろん34歳オーバーされてても、ご自身のクリエイティビティとかっていうのは何やろな、何から手をつけていいかわからないって方、34歳までにやってたこと、憧れてたもの、心がいいなと思ってたものっていうのに、幸福の鍵だったりが隠れていると思います。で、後半戦ですよね、は35歳以降になるんですけれども、こっちっていうのは多分何かしらの元気だったりとか、きっかけが訪れると思うんですけども、
変化が少なく経済的に安定している人生みたいなものを望み始めると思う。安定とか秩序とか、うまいことこうルーティン化されていくみたいなものに対してロマンを感じ始めます。うん、なんか守るものができるのかもしれないですね。そんな感じで、お誕生日占いではこういう、こう輪郭しかお伝えできないんですけれども、私専門が手相占い師なので、あなたの手相を見せてもらったり、あなたのお話を聞くことによって、もうちょっと手相は個人運勢学なので、あなたの人生のこう細かいことを立体的にお伝えしていくことができます。生命線とか運命線というものを拝見して年齢を読むんですけども、何歳で開運期だったねとか、何歳に人生の区切りがありますねとか、何歳の出会いによって何歳から何歳まで次の人生始まるよとか、そういう話ができたりするので、そういうのがお好きな方は手相見せに来てください。はい。で、恋愛とか仕事での共同経営者ですね、家庭を一緒に共同経営する、仕事を一緒に共同経営するみたいな、まあ、パートナーはどんな人がいいかなというふうな話なんですけれども、かっこつけんでもいい人がいいと思う。だら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 自分の中の混乱について話せる人、だからそれなりに理解力がある人の方が多分いいよね。アホしんどいと思う。ごめん、ね、こんな言い方したらあれやけど、基本的に知性がまあまあ高い3月16日生まれ多いと思うんやけども、やっぱり知識レベル、知性レベルが揃ってる人の方がストレスがないですね。で、なおかつ、こう、分かりやすいようにパッケージ化して、こうやでっていう風に、普通のね、交流ではやってると思うねんけど、パートナーは、かっこつけんでもよくって、何でも話せる人がおったら、それが一番いいと思いますよ。うん。で、あと、実は3月16日生まれも、物質的な執着っていうのは金銭お金に対しての執着だったりとか安定に対する、期待値が高かったりするので、そこをないがしろにしない人がいいね。自分が大事だと思ってる、自分が大金だと思ってる金額をバカにしたりしない人、これぐらいの金額で安定した生活ができるって思ってるのに勝手に車買ってきてその亀甲を崩すとか、そういうことをする人とは多分やっていけないと思う。そういうこう金銭的な安定みたいなものに対する価値観が揃っていて、まあ、かっこつけんとお話ができる人っていうのがパートナーにはいいんじゃないかなと思います。こんな感じかな。はい、ということでここまで聞いてくれはってありがとうございました。それでは良い人生をお過ごしください。またねー。